国からの供給増加に伴い、今日高知市の医療機関7カ所でモデルナ製ワクチンの予約がスタート。ファイザー製と合わせ市内126の医療機関で3回目の接種が受けられるようになりました。高知市は現在予約がスムーズに取れるよう年齢の高い人から順番に接種券を発送しています。すでに去年7月14日までに2回目の接種を終えた85歳以上の高齢者、または2回目から8ヶ月経った18歳以上の人に接種券が送られています。来月10日からは国の方針により2ヶ月前倒しして2回目から6ヶ月経った高齢者への接種券の発送が始まります。